音楽業界の表裏を熟知している会長が軽いノリで喋る配信はすごく説得力があります。いつもありがとうございます。ああ、まあそういうこと、説得だっ力があるってことみんな知りたいんでしょ。だし教えてあげたいけど、いろんな利害関係があるからさ、まあそんなにペラペラとしゃべる、全部言えてるわけではないよ。でもさ、なんだろう、みんな先輩たちが本当に大先輩になっちゃってさ、80過ぎちゃってさ、なんかさ、須郷さんなんかさ、もう体が辛いからもうあんまり外にも行きたくないなんて言われちゃうとさ、もう親父ちゃんとしてくれよって、ご飯食い行こうぜって連れ出すけど、まあ寂しいよね。とさ、次誰っていう、次誰か知らないけど、そういう次になるつもりは全くないよ俺は。何次って、なんか時代がそうじゃないから、もうそういう人は出ないと思うんだよね。だからなんだろう、別に悪い意味ではなくて、あの死ぬ前に芸能界って本当はこういうことだって、変な意味じゃないよ、悪いことを書くんじゃなくて、本当はこの人はこんな人だったよっていうのを、なんかみんな教えてあげたいなと思うくらい、割と悪い人じゃないってことなんだよ。なるほどね、いい話じゃない。